としていたらお姉ちゃんが韓国に連れ出してくれたので姉妹旅に行ってきました。一緒に訪れたお店などは全部概要欄にまとめているので気になった方は見てみてください。それではレッツゴー。 You got, you got, you got, you got a piece of me that you can, you can, you can, you know that you can keep it over, over.ウォーターサーバー的なのがある。やった！ありがた。本当ありがたよね。うん。ドライヤー電圧違うから持ってこなかったけどあるわちゃんと。ドライヤーは絶対現地のサーバー機よ。うん。だってあの無理だもん。そうだよね。壊れる。うん。電圧使っても。今11月なんだけど今年めっちゃ暑い。もうこの格好で暑い。お姉ちゃんも暑いですか？うん、暑い。今日あと38席残ってるらしい。直接行ってもいい？え、ジミンちゃんのなんか展示会、うん、いいよ。8時、6時からの。お姉ちゃんのおたかつに行きます。付き合って、ジミンちゃんの展示会に行き、うん、今日はもう、あとは夕ご飯だけなので、またお姉ちゃんのおたかつの推しが食べてたというチキンを食べて、うん、明日に備えて、英気を養って、うん、行こうと思います。おお、テレビだ。謎の人だかりが。伝統柄ってこと？そう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 、めっちゃ可愛い。え、これ私ちょっと欲しいかも。いいじゃない、ね、水筒だってそんな持ってないよね。持ってんだわ。 BTS の持ってんの、うん、BTS の3つも持ってんの。そうなの。あ、じゃあ買わなくていいかもね。やっぱこれ可愛いかも。3600円。ありだね。ありだな。いちごのミルクとカモミールの何か。いやでもなんかが開いたっぽかったよ。お姉ちゃんいいとこにホテル取ってくれたわ。
で、ここがジョングクがウーバーしていたチキン屋さん。さあ、行くぞ。かわいいな。ちょっと試着してくる。かわいい。両方とも買おう。ホテルの立地がね、最高すぎる。タクシーのうんちゃん曰く、あの洋風の建物がフォトスポットらしい。の横。パック何個買ったの？ 1,2,3,4,5 5個だね。5個。うん、全部で50万円近く。いいね。チニーちゃんだ。やめなよ、その子。チニーちゃんがいる。寝なよ。お姉ちゃんはね、ずっと喋ってる。お姉ちゃん、あのジミンちゃんの話したいのは分かるんだけど、エミスの帽子を買いました。もうね、よっぽど倍まで買ってやろうかと思った。でも韓国に姉が連れ出してくれたので、無事に
購入をぶちかましました。かわいい。なんか明洞店に行ったんだけど、結構人がねいっぱいいたんだけど、なんか試着のシステムがすごい分かりやすくて、人いっぱいいたけどすごい見やすくて回転率がいいイメージでした。かわいい。道を歩けばお店にあたるスキンフードのトマトのパックを買いました。次、韓国に来たら絶対に行くスターバックス。なんかさ、日本のスタバのさ限定のさやつも可愛いけどさ、なんか SNS とかで流れてくる韓国とか台湾とか中国のやつってまた違った可愛さがあってすごいワクワクしません？可愛い。もうホリデーシーズンの水筒を買いました。蓋までベビーピンクでロゴがあって、さすがの可愛さですよ。で最後8セカンズ。前韓国行った時も行ったんだけどね、日本でも着やすくて、でそれでいてなんか韓国系のトレンドを抑えてる感じがして、とっても見てて楽しいです。価格帯はザラよりちょっと安いぐらいかな、ユニクロ以上ザラ未満みたいな感じだったと思う。これは膝丈のプリーツスカート。膝丈って結構難しいなっていうイメージ、私は短いのかめっちゃ長いのが好きだから合わせるのちょっとむずいなって思ってたんだけど、最近ちょっとスクールガール風なのが流行ってるっていうのもあって、ここ見て、これなんかさ細いリボンをさ結ぶのがさちょっとさいろいろ見かけるじゃない、最近かわいいじゃん。カバンとか帽子に細いリボンが結んであるのいいなって思うんだけど、なんかスカートにもその波が来てるみたいで、こうやって結ぶととってもかわいいです。安心安全ロングスカート、よいしょ。これもねリボンがねついてるんだよね、こことこっちにも細いリボンがついてて、結構色味が落ち着いてるからすごく履きやすいかなって思います。なんかこういう薄くてちょっと灰色寄りのブルーは金髪に染めたのもあって結構いい感じにいけたと思うので買いました。帽子ともね合うんだよね。早く寒くなんないかな、着るのが楽しみだな。やった！これはお姉ちゃんの購入品なんだけど、なんか本人曰く顔が30個あるからパック30個買ったって言ってた。定番らしい。私は全然わかんない。でもナンバーズいいって言うよね。ねえ、ナンバーズのパックっていいんでしょう？ 3 がバズってた。へえ。とのことです。では、また明日に向けて爆睡を決めようと思います。おはようございます。Just a rainy Monday, sitting at our table. Two cups and an empty chair. You'll be gone till Sunday. Everything's unstable. I was unprepared. The colors don't look quite the same, and the wind keeps whispering your name. If the world looks different, then it's you to blame. Oh, yeah. So I count the minutes, I count the days, I count前韓国来た時もそうだったんだけどさ、コンビニでさヨーグルトを買ったんだけど、スプーンをねもらうの忘れてね、前は確かマドラーで食ったんですよ。なんだけど
今回あのマドラーが物を食べられる形状ではなかったので美顔器が喋ってるあのコースターをですねコースターを折り曲げて食べようと思います。本当によくない、本当にあのちょっと綺麗めな旅行 Vlog にしたかった。いただきます。あー美味しい、エクセレント。お姉ちゃん野菜ジュース美味しいよこれ。もう11月とは思えないぐらいの暑さで、今日は23、4度まで上がるそうなので、お姉ちゃんからタンクトップを借りました。セーターしか持ってきてなくて積んだと思ったんだけど、無事に事なきを得ました。あ、カーディガンも借りました。昔なんか変なアリに刺されてたの、スターバックス。どこで買った？何が？息がぴったりじゃなさすぎる。どこで買ったタンクトップですか？三大ブランドだよ。その三大ブランドの内訳は？それちょっと教えられないな、企業秘密。アマゾンと楽天と9点。楽天で買ったタンクトップ。しかもリピしまくってる。カーディガンは？二人ともそうだからね。カーディガンは、あ、これ9点。あ、9点。9点。行ってきます。うん、行ってこよう。本当にこの道？本当にこの道でいい？あー、でもなんかほのかに肉の。やった！開店前でこんなに人がいる、続々集まってきますな。すごいよ、いつも300円くらいいいからね。ね、多分重いご飯だから夕ご飯に食べたい人多いかもしれないけど、朝一に来て昼のウェイティング取るのが今後の予定的にも楽かなって思います。お姉ちゃんなんで知ってんの？焼いてくれるんだ、ありがたい。明太子とわさびのソースのせると美味しいんだって。I'ma give you my time, start booking it. Nowadays we turn away from all the ushy gushy shit. Everybody looking for love, but never look at it. Ah,
good girl, real high with the latitudes. And you're smart, turn around with them brains, dude. Independent and your credit score beautiful. You find as hell, baby girl, I'm so proud of you. You And you're smart, turn around with them brains, dude. Independent and your credit score beautiful. You find this hell, baby girl, I'm so proud of you. ワンダーランドだったね。お腹すいた。これを食べたら夜のミョンドンに行ってスイカジュースとあと服屋さん行きたいところが昨日閉まってたんで何店舗か行ってこようと思います。いただきます。
人で買い物に行ってきます。にあるオニオンというベーカリーカフェのコーヒーです。こっち普通にカフェイン入りの方は自分用に買って、こっちはカフェインと戦っている親友のためにお土産に買いました。ドリップバッグだと思うんだけど、どうなってんだろう。開けてみよう。あ、ドリップバッグだね。デザインかわいい。無機質な感じが、シンプルでもさ、ごちゃごちゃしててもさ、韓国っぽいものって、うわ韓国っぽーってなるから不思議だよね。1,2,3,4,5,6,7,8,9個。え、10個じゃね ?9 個本当に ?9 パック入りです。どうしよう、10個だったら9から10個入ってます。ドットブランケットっていうカフェのグッズを買いました。これはお店のキャラクターのポストカード、普通のとクリスマスシーズンのものです。まあ、今改造してる台所とか、いつも通り本棚とかに飾れたらいいかなって思う。めちゃくちゃ可愛くない？なんかね、グラスとね、カップがね、4種類5種類ぐらい売ってて、まあ、割とこれ即決で決めたんだけど、めっちゃ可愛い。たくさん使おう。かわいい。これね、去年投函した時からずっと行きたかった本屋さんのショッパーというか、ショッパーじゃないわ、トートバッグなんだけど、めっちゃかわいくない？カラバリがね、10種類ぐらいあったよ。保証書まで可愛い見て、ラッピングが、ラッピングがさすがって感じじゃない？指輪を買いました。指輪を3つ。これは真珠、可愛い。めっちゃシンプルな服にさ、こういうごっつい指輪を合わせるのも可愛いよね。
こっちは重ね付けしたら可愛いなと思ってこの2色にしました。ちょっとねクリームがかったピンクとグレーで、最後にこれねリボンでできたバッグなんだよ。なんて可愛い、めちゃくちゃ可愛い。なんかあえてがっつり結んでないからラブリーすぎずいいんじゃないかなって思う。容量もたっぷりなので夏も冬も使っていこうと思います。で次、突然の食べ物ね。韓国海苔と韓国海苔トリュフ風味のふりかけと普通の海苔。こっちはうち用に買ってこっちはちょっとお友達に分けようかなって思う。ロッテ百貨店にさ、まあ、タンバリンス目当てで行ったんだけど地下のフードコーナーがすごい良くて、やっぱどこの国もデパ地下はワンダーランドだなと思いました。めっちゃ美味しかった試食、はよ食べたい。で次、よいしょ、マーティンキムのミョンドンに夏にできたばっかりの旗艦店に行ってきました。なんかミョンドンエリアさ、私が大学生の時なんか逆に服屋さんがみんな撤退してるみたいなイメージだったんだけど、ここ数年でまた勢いが盛り返したらしくて、いろいろな、なんかあの韓国といったらこのブランドみたいな服屋さんの大きい店舗があって面白かったよ。これはデニム、シルエットがすごい綺麗だった。これはねニットのノースリーブで秋にいいかなと思って買ったんだけど、背中にでっかくマーティンキムって書いてます。マフラーめっちゃ可愛くない？これ日本円で800円ぐらいなんだよね。去年もね同じね青いやつをね、チェックじゃなくて真っ青なやつを買ってゴリゴリに使ってるので買い足しました。可愛いキャップ。あとリボンバッグ、かわいい。なんか甘すぎないのがねいいよね、ありがたい。これはルームフレグランスを買いました。あー自分で組み立てる感じなんだね。ここにポンプをつけることができる、めっちゃかわいい。かわいい、かわいいクマちゃんのキャンドルです。これはねつけないで置物として使おうと思う。あとはネックレス500円ぐらいだったかな。でこっちもネックレス、チェーンのところにハートが細かくついてる。使い勝手がね良さそうだよね両方とも。これねあのシルバーのバッグにつけようと思う、絶対かわいい。ティーバッグ式だ、ありがとう。3日目は昨日買った服をフル装備しました。マーティンキムのトップスとニューニューで買ったカバンと、かわいい、これはクマちゃん、クマちゃんのキーホルダーとマーティンキムのカーゴデニムです。これ 30% オフだったの、結構安くなっててよかった。
本当は靴はスニーカー合わせた方が可愛いと思うんだけど、持ってないので革靴っぽいもの合わせました。で、あ、髪の毛ボサボサだ。後でまとめ直すけど。行ってきまーす。行ってきまーす。Every night I try to love, but your heart is made of stone. All my tears they fall like rain. Yet you leave me here alone. I give you all I have inside. You pretend it's all pretend. Your empty eyes they break me down. Will this torment never end? Endless pain, it's all I know. Hurt me more or less.Me go in this game, my heart will lose. Change your ways or set me loose. Cold nights and cold days, living in the shadows' space. Guess I'll never find the light. Living in this endless night, promises I never keep. Whisper lies when I'm asleep. Lonely as a sinner.めっちゃ濃厚。さあ、行くぞ。Endless pain, it's all I know. Hurt me more or let me go. In this game, my heart will lose. Change your ways or set me loose. Change your ways, set me loose.Just got done with my ex. Didn't think you'd be next. Came in so fast, but I guess I needed it though. I needed a breather for sure. Something so easy and pure. I'm not usually like this. I'm in my head, always serious. Why would I fight this? Got something good, don't need to label it. You're not my type, but I like it. Day drinking in the sun. Hours passing on my mind. Got no worries, yeah, they're gone.Not thinking about anything. Let's stay on this hill day drinking for forever.
trying too hard. やった! Always trying to take things slow, but I don't wanna think of you. Yay! 1時間半ぐらいかかった、なんだかんだ。でも思ったより早かったです。キヨちゃんが2つ作んなきゃいけなかった。じゃあ次の場所に行きます中からお昼にかけて行ったポックジョンのタンバリンスで買いました。ショッパーがね、期間限定で可愛いんですよ。形も可愛いし、ここが合皮なの。
リピートしたハンドクリーム。あかねー、開いた。ケースがね、真っ白なやつが多分スタンダードなやつなんだけど、ちょっと前にいろんな柄のケースのハンドクリームが発売されてて気になってたので買いました。これはね、爽やかな香りがする。あんまりムスクムスクしてると頭痛しちゃうからね。で、こっちはうちの姉が買ったやつで、ピンクと緑かわいいでしょう。これがね、お姉ちゃんが新製品のローズのやつを買ってました。両方ともハンドクリームでちっちゃいサイズです。お姉ちゃん、このピンクの方開けていい？いいよ。許可を得たので開けます。あんた今カメラ回ってるで。お姉ちゃんの帽子も紹介する、うん、じゃーん。まず袖に1個と、こっちの袖にも。で、ロゴもね、もともとその最初からあったロゴがこれ で、私が選んだのがハングルのナイキ2つなんで3つ重ねてつけました。そうで、めっちゃニュージーンズコラボだったからね、袖と背中はねニュージーのバニーちゃんでした。かわいいね。トレーナー以外にこういうキャップ、キャップは黒と白があったかな、とかあとフード付きのパーカーとかも作れるんだけど、これは姉が作ったやつで、これは商品シール後で剥がす。ロゴを 1,2,3 個3つ重ねて、でここにお姉ちゃんの好きな BTS の推しの名前、テテとジョングクのクックが入ってる。なんかね、視聴者の方にね、 BTS ファンの人がたまにいるんよ。そうそう、コメントくれるんよ。嬉しい嬉しい。ゴリゴリに指で隠してるけど、こっちにお姉ちゃんの可愛い子供の名前が入ってるいやマジで推し活の帽子よ。この世で一番の推しの我が子と、この世でうん推してるアイドル、私よりだいぶオタクのパッション感じる帽子を作ってるフフフ。袖のロゴの場所をね、裏表でね、逆にしたのがね、我がことながらこだわりポイントで、こっちがこっちで、こっちが前。伝わる？伝わんねえな。で、バックプリントがでっかいデザインのトレーナーとか T シャツが好きなんで、でっかくしてもらった。なんか大きいプリントとね、ちっちゃいプリントを選べたりするから、行ってみると本当に楽しいよ。なんかガチのガチ勢の人はもう朝一に行って全てのワッペンが取り揃ってる状態でやってるっぽいんだけど、ちょっと私たちそこまで頑張れなくて、お昼過ぎぐらいに行ったんだけど、トータルで1時間半ぐらいで出られた。最初25分から30分待って、で作業が 2,30 分で終わって、でなんかこの仕上がりを待つのがまた 2,30 分みたいな感じでした。お次、オックジョンのグローブで買い物してきました。試着して水色のシャツを買いました。これいい感じのざっくりなシルエットがとっても可愛くて、肩の落ち感とかもすごい気に入りました。次がソウルの森エリアに移動して行った雑貨屋さんで買ったものを紹介します。店員のお姉さんがめちゃくちゃ可愛かった。フランスが好きなオーナーさんがフランスっぽい雑貨をいっぱい揃えてるお店だと思うんだけど、ポストカードかわいいね。
これはね、キッチンにね貼ろうと今のところは思ってるけど、家帰って楽しみ、日本語がおかしかった、家帰っていろいろ試すのが楽しみです。厳重に梱包してくれたので日本まで割らずに持って帰るミッションがあるので、ここでは開けられないけど、包み紙も可愛いね。お皿となんかコーヒーもスープも入りそうな大きいマグカップを買いました。見て、これノベルティでもらえるバッグ。このめちゃくちゃ可愛いものはね、カレンダーなんですよ。インスタでね、デザイナーさんのアカウントをずっと見てて、リアカの方でもうずっとフォローしてて、日本からでも多分海外通販できるんだけど、実物を見て選びたいなって思って、なんか大きいサイズとかちっちゃいサイズとか中のデザインが違うのとかあって、どれがいいかなって分かんなかったから、今回せっかくだったんで行ってきました。可愛すぎるでしょ。最後がソウルの森のパジャマ屋さん、なんならこのパジャマ屋さんが一番混んでるまであった、すごかった。もう日中韓女子入り乱れみたいな感じで、これも向かいの公園で、あの旦那さんとか彼氏の皆さんが携帯とかお子さんをガン見でね、奥様よ、奥様と彼女を待ってましたよ。すごい混み合ってた。お姉ちゃん公園で待ってくれてたもんね。でこっちが3000円台で日本円にすると、でこっちが2000円台ぐらいだったと思うんだよね。なんか注文したかったサンドイッチが売り切れてたんだけど、代わりにお店の人がサラダをサービスしてくれました。モッツァレラとか入ってる高級サラダこんなことある？ありがとう。私たちはがっつりパスタを平らげてまいりましたが、お腹が空いたので、ただいま23時23分、お夜食にサラダを分けて食べようと思います。あ、ポーチドエッグじゃないんだね。あ、本当だ、モッツァレラだ、美味しそう。言ってんじゃん、モッツァレラだって。私ずっといやいや卵でしょって心の中で思ってた。美味しそう、いただきます。助かる。ブラータ、ブラータ、うん、いいね、最高、ビタミンが染みるわ。私週5ぐらいモッツァレラチーズ食べてるから。嘘つくんじゃないよ。え、嘘なんで、なんでそんな食生活になってんだよ。何人なんだよ。ありがとう。ん？美味しすぎてありがとう。ところで断面を写したい。いただきます。うん、マスタードが美味しい。これハム、チーズ、マスタード。てかやっぱ日が当たる部屋はいいな。私は北向きの部屋なの、マジでちょっとどうにかしようかな。引っ越しするあてもさ、全然計画もさないんだけど、日光が当たる部屋っていうのはいいわ。なんか今日だけ寒くて、今日は17度らしいです。なのでやっと持ってきた上着が日の目を見たぜ。これはね、ユニクロで買いました。メンズのなんだっけな、メンズのジャケットです。に、Q
昨日作ったトレーナー。今日は最終日でこれからお姉ちゃんに連れられて人生初の美容皮膚科にドナドナされていきますので、すっぴんです。Should I?